本番は聞こえますねこんばんは早いねって聞こえますってメッシュは伝説になったってお前ら負けたんやけどめちゃめちゃ時 <laughs> 々ききゴールド売ってぐジュグジュンされました <laughs> ビビったあれ昨日は感動したね って。いや、会いとんよ、信頼のくせに。ああ、して、10単食らったんやけど。オキドキゴールドであげるために。ギョル吐きそうになったわ。藤井先生も勝った 写真撮るもんいや一応撮っとんやけど、もう見せたくないレベルで。<laughs> 病院にも行ってきました。ありがとうございます。薬もらってさ、その後に行ったんよ。俺3時ぐらいに行ったら。もう会いとんよ、なんか。すでに会いとんよ。もう誰も売ってない台があったんよ。AT 感なんぼはまったのか。1800くらいはまったかな。 いや、なんせ最初打ち寄った台が、四単の時に確定薬を引いて、俺上がらんかったんよ。で、やめたらその台九単な。いや、わからん、あれ。なんで上がるんかが。相当上がらんか。初代に輪かけて上がらんなってる、あれ。わざす。緊急入門モードもならんかった。なんか薬もらって終わった。なんか、こう、超神経当てられて腹のとこトン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 ってやって。んーって。 とりあえず胃薬出しときますねどううってあと思って5日分もらったんを6万なんぼ入れされて帰ってきたんが1万8000円なんで <laughs> 周り見たらな3800枚とか一気に出とる台があったんやけどハマってないのにあれなんなただの胃薬なの うん、胃薬。なんか3つぐらいある胃。胃の粘膜を強くしますみたいな薬とか。いや、でも周りはな、まあ、連チャンするんよ、ほんと。全然、ドキモの舌も出てないのに、2000枚とか出ようんよ。出るやつなんか5,800枚とかおったで。なんでこんな出よんって、こいつハマってないのにって。どういう仕様なんだろう、あれ。朝千杯の価値分があって。 いや普通に5万ぐらい負けたんですけど祝勝 <laughs> 会祝勝会なんてなかった <laughs> いやまあええんやけど別にもう祝勝会とか <laughs> やった <laughs> 嬉しいいや俺次の休みあるであれもう一回戦いに行きますから あれ、破壊せんともう、許さんなっとるか、俺、金時モ報道入れんと。こらえん、マジで、ほんと。メッシュ買ったのも感動したな、昨日あれ。俺は感動したで、メッシュに。こらえん、こらえん。こらえたくない、もう俺。年内三3勝目もあったし、まだまだこれからだって。俺は、 有馬記念にバトンをつないだんやメッシュは神になった引退撤回してもええやんメッシュはまだやる気になっとうやけんそこは尊重しようぜクソ面白かったいやもう血書きじゃなかったおもうほんとなあのエムベパーがなバケモンすぎてなマジで切れそうになったわあいつにはこいつなんなんて どんだけメッシのこと嫌いなんて。あ、絶対クリオナから指令来とるけん、100%。絶対やめよって。ーかっトんじゃろうなって。ハットトリックって。2点目もやばいし、もう全部やばいわ、あいつは。次世代の主人公だった。最後はしょんぼりだった。 まあそれはしょうがない。PK はもうしょうがないけど。いや、感動したわ。ただ、あの、ガウンだけはいただけんけどな。メッシの。ちゃんとアルゼンチンの服着て掲げさせてよって。思ったわ。ホンダの言ブームを確かにって思ったわ。あと2回は出てくる。あ、来るでしょうね、ほんと。 わざわざまあそしてスルーだったし困ったもんホンダの解説俺ちょっと見よったけんなあとでアベマでまあまあよっとったわ確かにってだかオクサイドオクサイドじゃないってメッシやーやってメッシーのゴールやーってせやで 奪ってあと何回出るなんて次で27その次31で35あろうあと3大会は出るな100パー5大会来るであいつはもうアルゼンチンでええやんって言ってた言うわ俺でも言およったしもうええやんってもうよ泣いてた仲えそりゃ泣きたくもなるやろ 俺も泣きたいって。姉ちゃんがおっぱい丸出しだったのいや見てないそれは。地上波ぞって。ムバペ顔死んでた。メッシも死んどったけんなあの、8年前に。そう考えたら、エムバペはまた強くなるじゃろう。俺からもう出てこんしな。メッシももう多分、さすがに、あ出てこんだろう。 ワールドカップにはいや出てくるかもな39ならワンちゃんスーパーサブとしてあすぐ寝たん寝て病院行って起きて起きて病院行ったら後に家に行ってボーノバケハァで天井手前天井手前みたいなのが2階で上がってお前3000枚出るんそっからおかしいやろあれ 俺はゴリゴリハマるのに、ね。俺ハマるっていうか当たりは軽かったよな、俺の代でも上がらんのよ。で、高速点滅来て8回目に、やっと終わるなっと思って9回目で単発食らって、はって。これでも上がらんのけって思うよったら、10回目のバーで、かなちゃんランプが光ったっていう。やったあ、来たーって <laughs>。やめれるって久しぶりにな思ったわ。あの感覚は久しぶりやったな ラップオキドきってあれよなあれのためにやりよるような気がするわ俺あいや死んだやったけんもうつってもあるんじゃないんかって思いよったんやけどなメッシュは主人公だけど俺はワイわワイいいわ,わ,わもうって明日は次の休みに行く 次の休みは朝2で行くわとりあえず掘りに行ったる初代と一緒の立ち回りが効きそうやけんの確かに早い当たりの次は上がりよったわ死んだやけんか知らんがって明日まで我慢できるのできますだいたい最初ヘリオス行ったんやって俺うんだら明日やったんよヘリオスなんでか火曜日とか ななんんこの店を表駅前行って駅前で開い取った件売っちゃったっていう話ですね、はい、初代は買ってるからって寒いで寒いし8時からブーブーちょ勉強せんといかんなあれマジで大体何も分かってないの売ったんが間違いの始まりやったんよ 出とんじゃないなんか打ち方、天井、ゾーン、解析ボンバン入天国なしだった。ほやろあれマジで上がらんけんな天国本当相当気合いるでこれ天国上げる初代より気合いがいるわこれモードがいい。実質ボーナス。モード不利分け。調査中 検出法則。遅れ。先、近はあったな。無音無音が来たんよ、俺。無音。無音を聞いたんだ。で、確定薬やったよ。確定薬はお前ら8枚の払い出しがあるけん。覚えとってな。で、上がらんかった時の絶望感よな。うん。もうやだ。 1500枚出て面白かったカバネリでもやっとけよかったんかこれほんと嫌なんよ俺はもうハイビスカス叱らすだけでええんよ <laughs> 無音が聞こえたってもういいかもうあれだもう真面目にゲームしましょう今日はねっってはあレバーの叩き方が悪いんよくっそ絶対関係ないよ 実況もうサッカーはメッシが神になって終わった何芝居ない見てもおもんないであんなもっと面白いのを撮りたかったんやけどな俺もお前らの笑顔のために頑張ったんやけど討ち死にしたわでメッシュがワールドカップ取ったけどサッカーゲームも大ぐらいになりましたもう俺がやる必要もなかったやっぱりメッシュは決めてくれるんだって 偉い野球も見てくれ。野球は見てられんご。